今日はね、ホームセンターでこれ、網焼きプレート買ってきました。これね、家に前あったはずなんですけどね、なくしちゃって、見当たらないんですよ。なのでこれもう一回今日買ってきたんですけど、値段的にはね、まあ比較的ね、するんで、日給パするんでね、使用頻度が低いんでね、どっかにはしまってあったような気するんですけど、物置見てもね、あちこち探したんですけど、結局ね、なかったんですわ。で、これね、カセットコンロの上で使うやつなんですよ。カセットコンロを直火でね、使うというものなんですけど、バーベキューとかね、本当は炭火でやるのが理想ではあるんですけど、なかなかね、めんどくさいじゃないですか。なので、これだとね、簡単にカセットコンロを直火焼きのコンロにして使えるんでね、これごとくにね、乗っけて、あとこれをここに乗っけて、あとこの上にね、網をして焼くっていうやつなんですよ。なので、油はね、そのまま下に落ちたりしないんで、ここにね、水溜めるんですよ。で、ここにね、全部油が落ちるようになってるんですね。だから直接バーナーには、油が落ちたりしない設計にはなってるんで、これ非常にね、いいですよね。で、ここで焼けると。で、こんな風にね、穴が開いてるんで、ここからね、熱がね、出てきますから。これでやると。で、今日ね、牛タン買ってきたんですよ。牛タンね、土日びっくり市っていうのがあってね、土日祝の営業なんですけど、そこでね、肉、牛タンね、切ったやつ、100グラムあたり500いくらで売ってたのかな。で、今回ね、売り出ししてたんで、久しぶりにね、牛タン食いたいなと思って、これでね、牛タンを焼こうかなと。本当は炭火がね、美味しいんですけどね、なかなか大変なので、一応これで今日ね、焼こうかなと思ってます。牛タンもなかなかね、最近全然食べてないんですよ、お店で。昔はね、よく月1回ぐらいは食べてたんですけど、なんせね、もう値上がりしちゃってね、高いんですよ、牛タンね。なんせね、高い。なので、家で焼く分にはね、少し安く食べれるんで。まあ、それでも高いっちゃ高いですけどね。まあ、そんなところでね、今日はちょっとこれで牛タンを焼いていこうと思います。仙台は、利久っていう牛タン屋さん、結構店舗数多いんですよ。なので、昔はね、結構月1人ぐらいで通ってたんですけど、最近ね、高くなってからもう全然行ってないかな。で、これメニューなんですけど、牛タンのね、量もいろいろあるんですよ。3枚6ミリとか、4枚8ミリとか。で、これがね、標準なのかな。で、これだとね、税込みで2000越しちゃうんで、やっぱりね、高いっちゃ高いんですよ。で、最近、値段が上がってからね、利久の牛タン定食ってこれつき始めたんですよね。この、なんか団子みたいなやつと、あとこれ、牛タンなんですけど、なんか柔らかく煮込んだやつなのかな、大根かなんかってね、これいらないんですよね、この2つね。なので、もっとこれなくてもいいから少し安くしてくれりゃいいのにって思うんですけど、最近ね、余計なのがついてきちゃって、どっちかっていうともう地元の人、最近牛タン食べないんですけど、もう観光客向けになってきましたね、牛タンもね。で、昔ね、僕通ってた牛タン屋さんっていうのは、今もうないんですけど、仙台のね、六丁の目にタコ福っていう牛タン屋さんあったんですよ。ここのね、牛タンが大好きで、僕、ここをね、900円の時からずっと食べてて、その後ね、狂牛病、BSE の問題あって、どんどん値上がりしてたんですけど、最後ね、1650円ぐらいになった時に閉店しちゃったんですよ。これ残念なんですけどね、ここね、本当美味しかったんですよ。どっちかっていうとね、タレなのかな。まあ一応塩焼きは塩焼きなんですけど、なんかね、ちょっとタレもかかってるような感じの牛タンで、こんな感じのね、ちょっとタレがかかったような牛タンだったんですけど、ここのね、美味しかったんですよね。まあ本当にね、狂牛病の問題あってからもう段階的に900円、1100円、あ、1100円の時に BS になったのかな。で、その後ね、1350円とか、まあ100円、200円ずつ上がって、最後1650円。段階的にね、上がってきました。で、ここの牛タンは、付け合わせがね、野沢菜だったのかな。普通のね、白菜漬けとはちょっと違うんですよ。あと、きゅうりのね、漬物。これ2つついてたんですよね。これがね、また美味しかった。あとね、牛タンといえば外せないのが、この南蛮の味噌漬けですね。これなかなかね、辛くて美味しいんですよね。これ、すごい牛タンに合うんですよ。で、たまにね、スーパーとか行くと、ちっちゃいパックのやつとかね、売ってるんですけどね、それたまに買ってくるんですよ。で、酒のね、つまみにもこれ、美味しいです。青唐辛子は、売ってるスーパーもあるんですよ。これですね。なんかししとうみたいですけど。こういう袋詰めでね、200円ぐらいするのかな。売ってるところは売ってるんですよ。で、それでね、自分でも作れるんですよね。唐辛子味噌。レシピもね、結構いろいろネット探したらあるんで、自分で作るのもね、面白いかもしれないですね。で、これ一回やったことあるんですけどね、これ刺激が非常に強いんで、手袋しないとね、手かぶれたりするみたいです。あともう一つ、これもね、美味しいですよ。醤油漬け。ほんとこれもね、つまみになかなかいいですね。あとね、今回買ってきたこの牛タンなんですけど、この土日びっくり市ってね、牛タン丸々売ってるんですよ、この塊。で、これ塊で買うとね、6000いくら。まあどこでもね、冷凍とかあるんですけど、やっぱり6000、7000ぐらいするんですね。で、これ買ってきて、さばいてもいいかなと思ったんですけど、これがね、ただ単に切るだけではダメなんですよ。こんな風にね、部位によって色々違うんですよね。一般的に食べられてる牛タンって、ここら辺のやつなんですよ。
だから捌くときにこれ全部ね分けないとダメなんで、素人だとちょっと難しいですね。肉薄く切るスライサーなんか買ってきても、そんな均等にねただ切っても全然ダメなんで、こういうふうに分けて切んなくちゃいけないんで、なかなかこの塊はね買ってきても難しいかなという気がします。あと今回別なところで牛のテールも買ったんですよ。で、牛タンとねテールスープってやっぱり定番で、この組み合わせがずっと食べてるんでね、食べ慣れてるっていうのがあって、スープも作ったんですよ。で、土日のびっくり市ではこれ売ってなかったんで、うちの近所にね肉屋さんあるんですけど、そこでね割と常時置いてるんですよ。で、写真撮るのね忘れたんですけど、いわゆるね牛タンのこの10センチぐらいに切ったやつパックで売ってたんですけど、これ家帰ってきて、ね、失敗したなと思ったのが、輪切りにこれできないんですよ。骨ついてるんで、普通の包丁じゃもう切れないんで、なので本来はねこういうものを買ってこなくちゃいけないんですよ。最初からスライスされてるやつで、ちょっと包丁で切り込み入れてね煮込みはしたんですけど、骨がね切れないんで、うちではこれ無理ですね。切ったりするのは家庭用の包丁じゃ切れないし、あとノコギリとか使うと絶対ダメなんでね、これね粉になっちゃうんで。で、テールスープはねほんと美味しいですね。まあ今回作ったのもね2時間ぐらい煮込んで、ちょっと塩でね味付けとかすると結構それなりに濃くなりますね。あと牛タンといえばこの麦飯が混ざったご飯ですね。これうち常に常備してるんですけど、普通の時でもね白米に混ぜ込んで食べてるんですよ。これ体になんかいいらしいですね。2合に小分けパック1袋だったかな、割合は忘れたんですけど、混ぜ込んでね一緒に炊き込むと、するとおなじみの牛タンについてるご飯とね一緒になります。まずねこれこの状態で塩コショウします。軽く、あとごま油適量、それと味の素少々、あとこれタレですね。うちは青森の八方汁っていうやつ今回使ったんですけど、普通のね麺つゆとかでも多分大丈夫だと思うんですよ。ちょっと甘めの感じになりますからね。で、これで少し冷蔵庫に入れて1時間ぐらい置いとくと、はい、今日は網焼きプレートを買ったので牛タンを焼いてみました。たまに牛タンもいいですね、高いけど。以上です、バイバイ。